さあ、行くぞ。はい、どうも、ラマックです。今回ですけども、僕が普段、練習で意識している点、大事にしている練習を、ちょっと話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず僕が、この中では練習っていうのは2種類に分けられていて、ジョギングとポイント練習。このポイント練習っていうのは、このランマックスチャンネル内でもお伝えしている、毎週火曜日恒例の、ベレレンであったりとか、あと水曜日、土曜日にチーム MK のみんなとやっている、比較的強度の高い練習のことを、ポイント練習と言っています。で、僕がこの大事にしているのはこのポイント練習ではなくて、こっちのジョギングの方を大事にしています。その理由としては、僕個人的には1日2回練習をしています。朝練と、午後は普段デデ練であったり、あとは帰宅ラン、夜11時、12時ぐらいの帰宅ランをメインでやってるんですけども、1日2回仮に毎日できたとして、1週間あれば14回練習することができます。そのうち3回がポイント練習ということは、残りの11回はもうジョギングということなので、割合でというか8割がジョギングになります。ということは、このジョギングをおろそかにするか、もしくは大事に練習するかによって、大きな差になるんじゃないのかなっていうのが僕の考えです。仮に、1日1回練習するっていう人でも、7日あって3回ポイント、残り4回はジョギングですよって考えても、約 50% 以上はもうジョギングという練習になるので、いかにこのジョギングが練習の中での重きを得ているかっていうのは、これでわかると思います。じゃあ実際大切にするとか意識するっていうのはどの辺を意識してるかっていうと、正直ポイント練習っていうのは、トラックに行ったりとか、クラブの練習で、みんなで集合したりとか、仲間内で、何時集合で何やろうかっていうのを決めてやるのが大体だと思うんですけども、そういった時、自然と集中力やモチベーション、テンションっていうのは自然と上がりますし、仮にポイント練習をやるときは、T シャツになったり、基本的に走りやすい服装で走ることが多いと思います。なので自然とモチベーション、テンションが上がって、練習もできるかなと。で、スタートしてしまえば、前の人に勝ちたいとか、ライバルに勝ちたい、この人には負けたくない、最低でもこれぐらいでは走ろうとか、悪くてもこんぐらいまではつこうとかっていう目的、目標っていうのは自然と立てることができるので、それほど意識せずに、当たり前にこういうことはできると思います。ただ、ジョギングってなると、最も妥協が入りやすい、誘惑がすごい多い練習になっていて、実際僕なんかはジョギングの日っていうのは、特別集合、誰かと一緒にやってるってことはなくて、自分一人でやっています。要するに誰かに見られることなくやるってことは、自分に甘えがあったら、その時点で、そっちに流されやすいと。特に、よくあるのが、前の日寝るときにですね、6時に起きて、練習しようというふうに決めて目覚ましもかけるんですけども、実際起きてみると6時15分であったりとか、6時30分になったりとかと、予定より遅くなってしまったりとか、あとは60分走ろうっていうふうに決めてスタートはしたものの、家の前に、例えば58分で着いてしまいましたってなると2分ぐらいいいやっていう風に、いろんな誘惑がすごいある中で、最も妥協しやすいかな。なのでその妥協をなくした方が、試合の結果には大きく結びつくのかなと僕は思っていて、じゃあその妥協をなくし方としては、僕個人的には帰宅ランっていうのをやっていて、仕事終わった後に、僕の仕事は夜10時に終わるので、そこから仕事着から走る服装に変えて電車乗って、やると大体11時ぐらいに駅に降りて、そこから家まで走って帰ると、大体普段が20キロから、多くて30キロぐらい、帰宅ランをしていて、走り出したらもう終電がなくなってしまうので、何が何でもどういう状況でも必ず走って帰らなきゃいけないという自分にプレッシャーを与えて練習をする。そうすることによって妥協する部分がなくなるので、僕としてはいつも帰宅ランメインでやっています。で、朝練習に関してはそこまで大事にしてないというか、ゆっくり走ることができればいいなってことで、そこまで無理やり走るというイメージでは走ってないです。で、ジョッグを大切にする、意識するって、どの辺を意識してるかっていうと、基本的にはあまりゆっくり走らないってことですね。ゆっくり走ると、フォームもちっちゃくなっちゃいますし、腕振りの幅、ストライドっていうのがすごいちっちゃくなって、もちろん疲れを取るという意味では、もちろんそれでも OK なんですけども、じゃあそれが試合に直
接結びつくかって言ったら、まあ僕の中ではそうでないのかなと。例えば試合のペース、僕なんか約3分から3分20秒ぐらいの間で走るんですけども、その時のフォームと、まあ仮にゆっくり走った6分とか、まあ6分5分とか、それぐらいのペースでは、フォームの幅というかストライドも違いますし、実際使ってる筋肉も全然違うんじゃないのかなと。なので、試合のフォームに限りなく近いフォームのペースのジョグ、これを大事にしていて、特に帰宅ランではだいたい4分から4分半ぐらい、アベレージが4分から4分半ぐらいで、まあ、走っています。まあ、帰宅ランで仕事終わった直後だと、まあなかなかウォーミングアップらしいものはせずにそのまま走り出すんですけども、最初がだいたい4分50から4分40ぐらいで入って、まあ徐々に体が温まってきて走るように慣れてきたら4分半で、後半にかけては4分20、10、まあ4分っていう風に上げていくようにしています。まあどうしてもフォームがちっちゃいと、まあストライドがちっちゃくなってしまって、まあ、地面のつく設置するポイントだったり蹴るポイントは全然レースとは違うので、まああんま鍛えられてないのかなと。でも4分とかで走ると、まあ、限りなく、まあレースに近いフォームだったり設置の地点、まあ蹴る地点が限りなくレースに近いので、より鍛えられているんじゃないのかなと。なので先ほど言った14回あるうちの練習の11回、そのうちのだいたい5回か6回はただ疲れを取るだけじゃなくて、速くなるためのジョックをしています。まあ、皆さんもですね、そういうただジョックちんたらちんたら走るジョックだけではなくて、たまにはこういう、まあ、レースに結びつくようなジョック、まあ、一人で仮にその4分とか4分半でやると、意外と、まあ、集中しなきゃいけないですし、まあ、力もしっかり入れないと、そのペースってのはなかなか維持できない。集中を切らすと、気づいたらもう5分とかになってしまったり、途中、まあ、体調が悪くなったりとかとはよくあるので、まあ、その辺もうまく自分の気持ちをコントロールしてやることによって、試合に結びつくんじゃないのかなと思っているので、ぜひ、まあ、毎回とは言わないんですけども、週に1回とか、まあ、週に2回とかでもいいので、それで自分でストイックなジョックってのをやっていただきたいなと思います。で、今この自粛期間中で、普段のジョックの日みたいなのが毎日続いているので、限りなく妥協の入りやすいこの時期だと思います。まあ、正直甘えようと思えば誰にも見られてないので甘えることもできますし、まあ、頑張ろうと思えばもちろん頑張ることができると。まあ、今後平和な日常が戻ってきて、まあ、いざみんなと練習、まあ、トラックで練習するときとか、あとはレースが第一開催されるときとかに、やっぱここの自粛期間中にいかに頑張った人が一番初めの練習であったり大会でいい結果が、まあ、出るっていうのはほぼ間違いないと思っているので、ぜひですね、この期間中、自分に甘えることなくしっかりやって、その先にですね、いい結果が待ってると信じてやっていただければなと思います。なので、この自粛期間中よく、まあなんとか乗り越えようとか、なんとか頑張ってみようっていうのではなくて、せっかくこんな風に時間を有効に使える時間が今まで以上にあると考えて、せっかくであれば、ただ乗り越えるだけじゃなくて、いい形で乗り越えようというふうに僕は思っているので、皆さんもぜひいい形でこの自粛期間中を乗り越えて、平和な日常が戻ったら、いい結果、いい練習ができるように頑張っていきましょう。以上、今回は自分の中では大事にしている練習の話でした。この動画がいいと思った方はグッドボタン、それとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。これからもランマックスチャンネルをよろしくお願いいたします。